ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスやレンタル DVD で比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回はサンフランシスコ。監督は W.S. バンダイク。1936年の作品です。酒場のオーナーで地元の顔役のブラッキーは、サンフランシスコの防災条例制定のため、建築物改革委員へ立候補。火事が原因で職を失った歌手のメアリーを雇い入れ、やがて二人に恋が芽生えますが、果たして、というお話です。出演は、クラーク・ゲイブル、ジャネット・マクドナルド、スペンサー・トレイシー、ジェック・ホルトほか、1906年、未曾有の大惨事となったサンフランシスコ大地震の再現シーンは、今見ても驚くべき迫力とクオリティ。ハリウッドのキング、ゲイブルの男前っぷりと、戦前からの名シンガー、マクドナルドの美声に酔いしれる、メロドラマの古典的名作です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。